ここさんんんんんばばはは清水でですすんん三谷幸喜です先週は表参道ヒルズからお届けしましたけど、はい、やっぱ落ち着きますねスタジオうんでもねなんか意外にうまく た気がするね。うん、うん。でもあれだね、今度スーツってフケが目立つんだね。これね。この話します。うん。これフケじゃないんですよ。何なの。僕ね、なんか乾燥肌。ええ、余計。もで。フケってのは。頭髪の、あ頭の部分の乾燥肌だよね。そういえばね。ただね、不潔じゃないんですよ。今朝も頭洗ったし、毎日頭洗ってんですけど。なんかね、この冬ダメなんですよ。すごい皮、皮が剥けるっていうの。皮膚の。カサカサになるんですよね。 えー、じゃああれなんだあのこの冬は乾いてる感じがするんだ、うん、空気がああどうかな年齢的なこともあるのかもしれないんですけど聞いたことないわ昔は結構ねどっちかっていうと油性に近かったんですけどうん、うん、最近すごいですよもうカサカサであとさあの今2月ですけど目がちょっと潤んでるような気がするのは、うん、花粉も起きてる <laughs> そのなことないえーっとねかもしれないですねですねううん、うんあ やっぱなんか皮膚とか弱そうだもんね、うん、ただね花粉症の人に「あんた花粉症でしょ」っていうのは一番いけないらしいですよえ花粉症ってそんなあれなの私ちょっと自慢してるかと思ったいやなんか一番なんかそういうこう花粉症かもと思うことが花粉症をあ風邪と一緒でね誘発するんだってもうダメです<ー><発>今言われたからいやその前からだどんどんかゆくなってきたどんどんくなってきた花粉症でえらい風いでたじゃないですか <laughs> またかねカねカねカねって言って まあそれであれでですよあのでも偉いもんで人の前では吹けなかったじゃんねん今急に気持ち緩んであここに来て、ね、清水さんと二人っきりに今喋ってる間もこう <laughs> パラ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 犬とねこう頼むれるじゃないですかそ、うん、犬がねすごいなんか粉っぽくなってて「犬<も>お前うどうしたんだよ」っつったらそれは犬じゃなくて僕のだったみたいですねホントちょっと珍しいんでどこの部分部位の顔なの だから頭ですよ、頭。あ、つけで,ではない。いう,けどうん、あ、そう、もあれとか欠かせないですよ、あのクリーム。ハンドクリーム。あの顔を塗ったりとか。全然そんな。おしゃれな男じゃなかったんですけど。ねうんうん、おしゃれでもないですけど、ね、それ。常に持ち歩いてますよ。何それ。これ、これ。ジェル、あ、ビットジェル。それ、それ。なんか C. M. みたいでやらしいですけど。<laughs> それ、おいくらなんですか。<laughs> あんまりねこれが一番いいっていろんな人に勧められて乾燥肌の人をとにかく守るクリームってことねうんうんとにかくやっぱ塗らなきゃダメだってお肌のケア大事ですよ皆さんっていうかこの時期今度のスーツやめたら言いにくいけどだって私私みたいなんていうのざっくばらんな人間が親しいからやっと言えることであってよく言いましたねでもねだからね人はうん お首にも出さないからね。そんな目立ちます。今も大丈夫。あこっち来る。こっち来る。拭けじゃない。十分するよん。じゃない。分って何です。ちょっと反省会です。反省会。なんでしょう。先週までの公開ライブの反省会です。それも楽しいかもしれないけど、聞いてるほぼほぼほとんどの人はあそこの会場行ってないから、そこでたのやった話あれでいいじゃないですか。でまた今後やるかもしれないでしょ。やんないよ。 僕はもう毎回やれでもいいような気がしましたけどね,ね毎回ですか本当に、うん、僕あれなんですよ清水さんが、あのー、いつもヘッドホンっていうのそされてるじゃないですかうん、うん、で僕はしてないじゃないですか、うん、だからそのスタッフの方の反応とかも全然僕には伝わってこない反応は聞こえないけどでも「はいキューってのは聞こえるだからいつも「清水美子です」で始まるじゃんね、うん、それが聞こえる感じ<え>がしが 笑ってるのとか、聞こえないの。は聞こえない。あ、聞こえないのか。うんうんうん、でも、時々 J ーウェーブだと、このガラスからなぜか伝わることあるよね。うん、スタジオに寄って、ね。すごい笑。お笑いの時よね。そう,そうそうそう、嬉、ね、しい。男のあの、やらせ、お笑いマネージャーもね。出てく、笑ってくれる人。あれ人、だめ、芸人をダメにする、あ、あの、中辺さんの。のね,ね、笑い声を聞きたいがために。僕は毎日働いてるような。六分過ぎて、本当。<laughs> 肺から笑うっていうか、ね、<laughs> <の>大事な話の時も笑ってます、ね、<laughs> そうね。うん。だそれがいいんですよだから深刻にならないそれより私は言いたいのは、うん、この間野田マップ野田秀樹さんの、はい、あのお芝居を持ってきたんですよ、はい、ハイパー すぐほらチケットなくなっちゃうじゃんあそこもだから今回は無理なのかなお正月も特に旅行も行ってたし多分無理だと諦めかけてたところ松たか子さんのメイクさんがちょうど私を担当してたことがある方で私を担当したこともある方で仲良かったですそう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 で松さんが「よかったら清水さん見に来ませんか?」って言ってますよって言ってくれて「ものすごい行きたかったんですよ」つってそれが縁で行ってきたんですけど。 すごいねセリフ量、まあのさんの芝居はねブワーとこう,うん、うん、幕し立てますからね。うんうん。なんかねみんな夢見てるような空間でしたね。びっくりしましたけど。うん、結構難しいでしょ。うん。でもやっぱりね。でも、ね、さんも宮沢りえさんも、うん、よく頑張ったなと思うのに、うん、橋爪さんはさ頑張ってないんじゃないかって思うぐらいに、うん、もあ火星の話なのね火星人の。はい。 もともと本当に河川にいたんじゃないあこの人は河川にいた人だもんなって錯覚するぐらいに自然にお芝居できてるんだけど当時河川人のタコみたいな格好してるわけじゃないんですよねそう,そうですそうですそうじゃいう人なら余計思えないから何ですか三谷演出。<laughs> <laughs> 橋爪さん見たいいいじゃななでですすかタコの格好して一切してて一切よ普通の洒落た洋服なんですけど、うん、なんか本当に数年住んでてたまたまその火星に中継にいたみたいなカメラがどっか入ってそれを見てるような感じになってきてさ、うん、すごいねやっぱすごいねだからやっぱりうまいとかさ、うん、よく頑張ったとかいううちは、うん、やっぱお二人はまだお若いしまだなんじゃないかと思ったぐらいなんね、うん、そうですだって橋爪さんはもうベテラン中のベテランですからね,ね、うん ベテランってすごいことだけどベテランの悲しさ知ったのはいざ学園に行きましたそこでちょっと楽屋が降りてくるようになってじゃんそれで野田さんあなたの嫌いな野田さんにそんなことないですよ国君、国君大好きですよでもパルクが好きだよ同じぐらい野田さんと野田さんにお会いして山田さんにもお会いしたほ他のね皆さんにもお会いしたんだけどベテランの悲しさで橋爪さんに褒めることって絶対できないね 上上手すぎて上手ですねだから私か帰ってから考えたんだけどもし自分がベテランでも「感動した」だったら嬉しいと思うのね「うん、本当はうまいね」って言われても嬉しいと思うんだけど、うん、だけどやっぱり言っちゃいけない感じするよねでもやっぱ嬉しいと思いますよそうなんですよまあ言い方だと思うけど、うん、やるじゃんっていうのもねやる,<は>やるじゃんってい言い方だよね <laughs> 最近なんか 人顔向けたとかっていうのは。<laughs> まあ嫌だな。嫌ですけど。絶対嫌ですよ。い,いやでも絶対嬉しいと思いますよ。<laughs> そう。僕伝えておきますよあ。あ、お願いします。面 <laughs> 識ないですけども。もでもね、その、そういう風に思ったんだけど、なかなか言えなかったってことは、うん、メイクさんを通じて。メールしたの、で大丈夫だと思います。あ,あ、はじめさんに伝えてくれて、はい。私たちの中を、ほっといてください。うん。多分伝わってない。パルカファーは、パルカフは黙ってない。<laughs> ちょっと待って、こなんな、な、こと、こと言ったら、私がパルカに出られなくなるんだ。<laughs> <laughs> 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 <laughs 一緒に... <laughs> Docomo Making Sense every Monday through Friday, eleven forty-five to midnight. On the radio, it's 81.3 J Wave. <音声> Dokomo making sense. Once again having fun with friends.